本日先生におかれましてはご多忙のところ、この大会のためはるばる東京よりお越しくださいました。それでは先生、よろしくお願いをいたします。そうだとすると、なかなか自分が思っている通りの
政策を打ち出せないじゃないかというようなこともあってですね、自分たちはやはり自分たちとして今最も日本のことで 大切なことを打ち出していこう。やはり自民党と一緒になった場合には党議拘束というのでかかってしまいますので、思った通りの政策が打ち出せない可能性があるということで、安倍総理にはそのいいことについては絶対応援していくということを打ち出しながら、でも安倍総理がいろんなところで足を引っ張られてなかなか思うように進まないときには、自分たちがこう日本としては今これをやらなきゃいけませんっていうようなことをですね、強く主張していく、そういう役割というのも必要だということで、議員だけで相談したのではなくて、各地で落選した次世代の党の人たちと相談しました。次世代の党として数は少なくなったけれども、自分たちの主張を貫いていこうということで、一つの次世代の党として、立っていくという決断を昨年暮れにしたところでございました。各地に散っている次世代の党の政治家たち、みんな30代から40代若い政治家がほとんどでございます。そしてその若い政治家たちは石井さんと同じように非常に熱い思いを持った政治家たちです。自分自身のため、自分だけのことではなくて、その地域のため、そして日本がどうあったらいいのか、日本の中が安定して治安の良い、そういう国を保つためにどうしたらいいのか、そして国際社会でも信頼される、そういう国を作っていこう、そんな思いで次世代の党、これだけ衆議院選で負けてしまったけれども、自分たちは次世代の党から離れないで頑張ってやっていくから、この党を維持してほしい、そういう強い思いが伝わってくる、そんな若い政治家たちが今各地で大変苦しい中頑張っています。そんな党だということをぜひ知っていただきたい、そんな思いがしております。もちろん福岡でもそうですが、他のところでもですね、若い政治家で次世代の党をなんとか次世代の党としてやっていきたいんだっていう政治家にお会いになったら、ぜひ一声かけて頑張るように言っていただけたら、こんな嬉しいことはございません。この次世代の党、石井秀俊さん、赤を中心にして、この赤い色、皆様どう思われます？私はいい選択だと思っています。このパンフレットの赤い色、そしてこの石井さんの若い力、それから周りにもこの明るい赤というのがあってですね、熱い思い、この福岡東区に対ついての対する熱い思い、そして日本の国に対する熱い思い、そんな思いが見えるようで嬉しい色だなと、そんな風に思っております。このパンフレットにもありますように、明るい街に、治安の良い街に、懐かしい街に、美しい街に、これはまさに私たちが目指している、そういう街づくりでございますので、皆様ぜひ石井秀俊さんと一緒に、石井さんまだ若いですから、皆様の指導、ご支援、ご指導というのがとっても大切なことになると考えています。どうぞ思いっきり、そこはそうしちゃいけないんだ、こうすべきだ、こうした方がいいよっていうような意見をですね、石井さんにぶつけて、この街が明るく気持ちよい、快適に過ごせる街になりますように、力を合わせていい街づくりをしていただけたらと思っています。非常によく聞く耳を持って、政治家として最も大切な人の
意見をよく聞く、人の心をしっかりつかむ、そういう能力の心、そういう心を持った人でございますので、何でもぶつけて、育てていただきたいと思っています。私自身、今国際社会の中でとんでもない国際社会になりかけています。 ISIL、 愛知るというイスラム原理主義グループが先日は日本人2人を虐殺しました。さらにその後はエジプトの人たちを海岸にずらっと並べてその場で殺していく、そんなことが日本の社会で起きるかもしれない、そういう非常に厳しい国際情勢が続いてきています。こういうことに対して日本がしっかりと守っていけるのか、日本の国民をですね、日本の人たちを、そして日本にそういう人たちが入ってこないようにきちんと守れるのか、そういった国を守る、国民を守るという国家の意思をしっかり持って動いていけいないとですね、国際社会って厳しい社会です。もうどん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 侵略って言っていいんでしょうか、入り込まれて日本のこの良い社会、良い社会というのは崩れやすいですから、自分たちで意識をして国を守るという強い意志を持って政策を取っていかないと、とんでもないことになってくるんだけど、そういう心配をしながら、今安倍政権は何とかその方向へ向かって動いていてくれますので、安倍政権がただただこう躊躇したりしていることも多くてですね、もっともっともっとしっかりした国づくりをしなければいけないという思いで今一緒になって動いていっているところでございます。私自身2002年に、中央アジアの国ウズベキスタンとタジキスタンから大使を終えて帰国しました。2002年の8月ですが、その翌月9月に、北朝鮮による日本人拉致問題を扱うことになりました。この時は家族支援という内閣官房参与として、拉致問題そのものではなくてですね、被害者の家族を支援する、そういう仕事に入りました。このさっき伺いましたら、石井さんはこの拉致被害者の問題、家族の支援、救う会にいつか、大学2年実は1997年、今からもう18年くらい前なんですが、この時に初めてその横田さんご夫妻の娘、横田めぐみさんが、その横田さんたちにとっては行方不明になったと考えて、テレビ番組などでですね、家出をしたのではないかとか、そんなことで、めぐみちゃん帰ってらっしゃいっていうのは番組にまで出てるんですね。それが97年に北朝鮮にラケット、バドミントンのラケットを持った子が連れてこられていたとかですね、そんな話が伝わってきて、横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されたんだということが公に分かるようになりました。政府ではもっと前から北朝鮮に日本人が拉致されているということは分かっていたんですけれども、日本政府は当時北朝鮮に対してそのことを非難するというようなことは一切してませんでした。で、97年になってやっと北朝鮮に日本人がたくさん拉致されているようだということが分かって、拉致問題というのが出てきました。出てきましたけれども、家族が一生懸命、家族同士が横田さんご夫妻に聞きますとですね、この自分の横田めぐみという名前を出して救出活動をする、自分たちの人生の中でこの時が一番苦しかった、
言ってます。名前を出した瞬間に恵みが殺されるのではないか、そんな恐れがあってですね、もう自分たちが恵みちゃんのことを救出したいんだっていう救出活動を始めるときが一番もう心の中に鉛が入ってしまったようで辛い思いをしましたと言っていますけれども、その時から石井さんはこの救う会に学生の時から加わっていたということですから、こういう被害に遭った人たちに対してとっても共感っていうか同じ思いを持って何とかしなければっていう思いを持ったそういう人物だということをお分かりいただけたらと思います。ここにですね、私これは、2006年安倍第一次内閣ができました時に、向こうからは見えないでしょうかね、その国際社会というのがものすごいプロパガンダというか宣伝の世界のものですから、この北朝鮮による拉致問題を誤解されたくない、慰安婦のようにですね利用されたくない、あんな風に間違った形で世界に報道されたくない思いがあって、安倍第一次内閣の時に長い25分番組と7分50秒の番組を作りました。 DVD になっております。とりあえず時間がちょっとありませんが、これを見ていただけたらと思います。どうぞお願いします。1970年代から1980年代にかけて多くの日本人が不自然な形で姿を消しました。それらの中には北朝鮮による拉致の疑いが濃厚な事件が多数あり、日本政府は1991年以来機会があるごとに北朝鮮に対して拉致問題を提起しましたが、北朝鮮は長きにわたり拉致などはありえないと固くなに否定し続けました。2002年9月17日北朝鮮を訪れた当時の小泉総理に対し、北朝鮮の金正日国防委員長が日本人の拉致を初めて認めて謝罪しました。しかしながら北朝鮮側が伝えてきた内容は生存者は5名のみで、8名が死亡、2名は未入居というものでした。この内容は残された家族はもちろん多くの日本人の予想を裏切るものであり、日本中に衝撃を与えました。これからも頑張ってまいりますので。それからおよそ1ヶ月後の2002年10月15日、北朝鮮が生存を認めた5人の拉致被害者が24年ぶりに日本の土を踏みました。日本政府はこれまでに17名を北朝鮮による拉致被害者として認定していますが、さらにこの他にも拉致の可能性を否定しきれないケースがあることから、その真相解明に努めるとともに、全ての拉致被害者の速やかな帰国の実現に向けて全力で取り組んでいます。そもそもなぜ北朝鮮は日本人拉致という未曽有の国家的犯罪行為を行ったのでしょう。その70年代後半から80年代前半という時期を振り返ってみればですね、軍事力の面でもですね、まだまだその韓国に大きな遅れを取るというところではなかったと。ということはその韓国に対して軍事的な統一工作みたいなものも一つの選択肢としてあったかもしれない、そういうような時期でありましたん で韓国人を装ってその工作活動をするというのは相当な制限があって難しかっただろうと考えられるし、日本人を装って韓国への浸透工作をするんであれば、日本人を無理やりでも拉致して北朝鮮に連れてきて、そういう教育とですね、衝突させるというのが、一番いいというふうに、まあ、おそらく当時北朝鮮は考えたんだと思います。その手口の一端が明らかになったのは1987年11月25日に起こった大韓航空機爆破事件によってです。この事件の実行犯の一人である北朝鮮の工作員キム・ヒョンヒは
八谷真由美という日本人名の偽造パスポートを持っていました。日本人になりすまし工作活動を行っていた彼女が日本人としての振る舞い方を学んだのは李宗と呼ばれる日本人の教育係からだったといいます。その後の調査で李宗は1978年に日本で失踪した田口八重子さんであることが判明しました。2001年12月九州南西海域で国籍不明の不審船を海上保安庁が追跡した事件。自爆し沈没したこの不審船からは北朝鮮を示すマークのついた機銃やロケット砲、そしてキム・イルソンバッジなどが発見され北朝鮮の工作船であることが明らかになりました。工作船は日本人拉致にも大きく関わっています。拉致被害者たちは日本に上陸した複数の工作員に突然襲われ猿ぐつわをされ手足を縛られた上で袋に詰められ小型船やボートなどで沖に運ばれ工作船に引き渡されました。北朝鮮側から死亡と伝えられた8名や未入教とされた2名について北朝鮮側が提出してきた情報は疑わしい点が多く、例えば横田めぐみさんの患者死亡台帳の表紙は入退院の部分が消されて死亡と書き直されています。またその後の再調査の結果として北朝鮮から提出された横田めぐみさんの遺骨からは本人のものとは異なる DNA が検出されています。このように北朝鮮の説明には多くの疑問点があり日本の誰もが納得していません。署名のお願いをするとともに2006年9月29日日本政府は内閣総理大臣を本部長とする拉致問題対策本部を設置しました。日本政府は拉致問題の解決なくして国交正常化なしという強い決意のもとに北朝鮮に拉致された全ての被害者が生存しているとの前提に立って北朝鮮に対し全ての拉致被害者の安全確保と速やかな帰国真相究明拉致実行犯の引き渡しを強く求めています。同時に日本政府が現在拉致被害者として認定している17名以外の拉致の可能性を排除できない事案についても引き続き捜査調査を継続しており、その結果拉致の事実が確認できた場合には速やかに追加認定を行うこととしています。また日本政府は国連の場や各種国際会議首脳会談などあらゆる外交上の機会を捉えて拉致問題を提起、その結果さまざまな決議や声明においてこの問題の解決を訴える日本政府の取り組みは世界各国の理解と支持を得つつあります。北朝鮮問題に関する6者会合でも日本は核問題と並んで拉致問題解決の重要性を提起してきましたが、ここでもミサイルや核と並び拉致問題の解決が日朝間の懸案事項として枠組みの中に明確に位置付けられています。ノエル・ポール・ストゥーヒー氏が拉致問題解決を祈って歌うソング・フォー・めぐみ、そしてアメリカ人監督によって制作された映画めぐみ引き裂かれた家族の30年などが示すように、拉致問題は今世界の人々の関心を集めています。北朝鮮による拉致問題は未曽有の国家的犯罪であって国家主権の侵害であると同時に重大な人権問題です。拉致、この卑劣な行為を私たちは決して許してはいけません。そして今なお北朝鮮に残され囚われの身となっている全ての拉致被害者の方々の安全を確保し必ず日本に帰国させなければならないのです。ご覧いただきましてありがとうございます。これを作りましたのが第一次安倍内閣の時ですから、もうその時から7、8年経っているということなんです。でまだ全く救出できていないこの時ですね、その前の2002年5人の拉致被害者が帰ってきた時がありました。この時が
日本政府のこれまで敗戦のあとずっと続いてきたその海外で日本人が被害に遭ったときどう対応するのかという日本政府が取ってきた対応が少し変わった時期だと言っていいかと思っています。それは何を意味しているかというとこの2002年、もう今から13年も前になりますかね、13年近く前、これはあの北朝鮮に5人を迎えに行った時にめぐみさんのお嬢さんキム・ウンギョンさんがその飛行場に現れてですね、早紀江さんが書いた本を私このウンギョンさん北朝鮮はきっと使ってくるに違いないと考えておりました。当時ですね、それは何を しようとしているかというと早紀江さん、茂さん、横田さんご夫妻がめぐみさんが亡くなったということを認めさえすれば他の人たちもみんな同じなので全員が死亡したということにつなげられる。そのためにはあの孫のキム・ウンギョンさんを使って横田さんご夫妻にめぐみさんが亡くなったんだということを納得させようとするに違いないというそんな思いがあって、この本を一冊ハンドバッグに入れて持っていまして、やはりですね飛行場にキム・ウンギョンさんが現れました。で、ひとみさんとめぐみさんは一度一緒にあのハングルを習う時ですね、あのハングルが上手になったら日本に返してあげるって言われたそうで、めぐみさんは必死でハングルを学んだそうです。あのひとみさんもハングルきちんときれいなハングルを喋れるんですけど、彼女に言わせるとめぐみちゃんのハングルはもっともう本当ネイティブに近いきれいなハングルが喋れるのよって言ってました。必死で学んで日本に返してもらいたいと思ったようですが、それは全くそんなことはないわけで叶いませんで向こうに残っていましたが、ひとみさんがちょうどこの部屋に出てきていた時なのでひとみさんにウンギョンさんを見せたいと思ってこちらに呼んでこの本を渡した時の映像なんです。この時5人を日本に連れ帰った後、政府の方針では10月15日に戻ってきて1週間か10日、長くて10日で、北朝鮮にこの5人を返すということになっていました。でも皆様、犯人、北朝鮮が袋詰めにして連れてった日本人をですね、どんな理由があれ、一旦日本の土を踏んだその被害者をもう一度その拉致した犯人の手にどうぞって返すっていうことは絶対これは納得できない話だと思いましたし、国際社会から見てもですね、日本がそんなことしたら日本って一体自分の国の国民を守る意思はあるのかいって疑われてしまうようなことになると思いまして、絶対返してはいけませんという主張をもう必死で続けました。それぞれの人に政府の責任は日本国民を守るこれが基本ですっていうようなことをですねいちいちこう言いながらお願いをしました。です、25日に帰るという日に前日ですね24日にその被害者5人から自分たちは日本に留まりたいということが伝えられました。ところがそれでもですね、あのじゃあ5人が帰りたいっていうから政府としてはしょうがない返せないっていうようなそういう形の、ことを北朝鮮と交渉したいっていうのは意見が出まして、そんなことしたら大変ですよね。5人は出張で来ているわけですから
勝手に帰りたくないって言ってますっていうのでは、北朝鮮は自由にします。1週間以内に交通事故があちこちで起きる可能性だってあるわけですから、そんなことをしてはいい。交通事故って分かりますよね。いざという時、人が消えていく時、北朝鮮などでは交通事故でよく消えるんです。だからそんなことをしてはいけませんという主張をいたします。ちょうど9日目、24日の入国、安倍官房副長官のところで事務方の会議を開いている中で、そういう議論をしてたんですけど、安倍官房副長官が分かったって言ってくださって、残すことにしようって言ってくださって、その日の夕方、日本政府が5人を日本に留める、そういう政府発表を出してもらうことができました。この政府の在り方、何が問題かというと、敗戦のあと日本は政府の方針として、自分たちが国家、まず国家という単語を使うことすらタブーでした。その24日のお昼にですね、揉めてる時に、事務方で揉めてる時に、テレビのマイク差し出されて、一体明日帰るのが決まってるのに何揉めてるんですかと聞かれたんです。でその時に私はもういろいろ説明するわけにもいかなくて、国家の意思の問題なんですって答えたのが全国に流れました。そしたら、国家という単語を使うとは何事かっていうのがファックスや電話でいっぱい届きました。たった12、3年前、日本はその時まで国家という単語を使うことすらタブーでした。したがって敗戦後、日本政府が取ってきた政策は、日本が国家として国民を守る、国を守る、国防っていうような単語は一切公の場で使えない、そういう国になっていました。私自身はその前の中央アジアでの4人人質救出した時も同じことを経験しました。日本政府は海外で日本人が被害に遭った時、敗戦のあとどうやってきたか、日本政府が直接救出に当たるっていうことは一切やってきませんでした。やりませんでした。できなかったんです。日本政府が国民を守るために動いてるなんていうことは許されないことだったんです。で、どうしたか、その事件の起きた国に全てを任せます、これが日本政府の方針でした。そうせざるを得ないような日本の社会の風潮だったんです。ですから、相手の国に事件が起きました、日本人が人質になりました、助けてください、ぜひ救出をやってくださいっていうお願いを、その事件の起きた国にするのが精一杯でした。で、中央アジアで起きた4人の救出は、私はそれでは絶対救出できないということがはっきり分かっている、キルギスで起きた事件なんですが、犯人も人質に取ったイスラム原理主義グループ、当時も先日のと同じグループ、同じ一派でした。ですからタジキスタンに入ってきたんです。キルギス、タジキスタン、国が違うところに頼んで救出できるはずがないので、私は思い切って救出に、直接救出に当たりました。本当に失敗した時にはもう自分はどうやって責任取れるんだろうと思いながら、でも必死で救出に当たって、おかげさまでなんとか4人を無事に救出できました。タジキスタンで救出したこの日本人鉱山技師4人をですね、政府の強い意向でキルギスで解放されたような形を取るためにですね、4人をキルギスに連れてってもらって、キルギスで解放された形を取りました。
それほどに日本政府は周りの国々にお願いするという、そんなことしかできない。ですから北朝鮮が拉致をしているということが分かっていても、拉致してますよねというだけで、自分自らその拉致被害者の救出に当たるということはありませんでした。ですから国交人が帰ってきても北朝鮮が返すようにと言われているということで、北朝鮮に戻すというのがそれまでの方針に従うと当然そういう方針を取るということになっていました。でもそれはいくらなんでも日本政府あまりにも情けない国だと、自分の国の国民を守るという意思すらない、そんな情けない国になってしまったのかと思って、私はですね本当にもう夜泣きながらこの拉致問題に関わりました。でおかげさまで安倍官房副長官が担当してくださってたおかげでですね、この5人を日本に留めることができたんです。でその後1年半かかりましたが、その子どもたちを日本に、子どもたちと家族を日本に連れてくることができました。曽我ひとみさんの家族についてはこれ話すと時間がきりがありませんが、インドネシアのジャカルタでもう本当に大変だったんですよ。ホテルの中でですね、もう隔離して、北朝鮮の指導員がついてきていたのを切り離して、なんとかそこを遮断した形で日本に連れ戻すことができました。そんなことで私たちはそういう思いの中でですね、日本が普通の国として国際社会の中でいてほしい、日本ができれば国際社会の中から中ででもですね、信頼される国として存立していきたい、そして日本の中は治安がしっかり、日本が領土や国を守る、国家の意思がなかったらもうあっという間に侵略されます。国際社会は厳しい社会です。だからそこは国家の意思というものがしっかりないと国を維持していくこともできないし、国民を守っていくこともできない、これが今の国際社会の現状だということをしっかり認識した上でですね、で日本の中に豊かで明るい治安の良い、そういう社会を、調和のある社会を築いていこう。これはまたいつかお話聞いていただきたいと思うんですが、日本が世界の文化の交流の拠点になる、どうでしょうか、日本だったらそれができる、そんな思いで次の未来、日本の未来、文化の国、世界の文化が輝きあふれ交流する、そういう国として、日本というものを作っていきましょうということを今提案して、先週ですか、今週だ、18日に参議院の、本会議でこの提案を代表質問でしましたら、安倍総理がそういう国にしたいですねっていう反応をしてくださったもんですから、これは夢ではなくて実現に向かって進んでいこうと思って今その活動も続けているところです。この豊かな歴史のあるこの地でですね、この福岡でアジアを中心にしてもいいですけど、世界の超一流の文化芸術がぶつかり合う、そしてそれを囲んでいるたくさんの人々が、芸術を愛する人々が集まってくる、そんな文化の交流拠点福岡に作れるんじゃないかと思って、私は今期待していろんな働きかけをしているところなんです。皆様もそういったことについてもぜひご関心をお持ちいただいて、いろんな提案をしていただけたら嬉しいことでございます。石井秀俊さん、若くて頑張り屋さん、そしてあったかい心、地域を思う熱い心、国を思う熱い心を持った
政治家が今誕生しようとしています。思いっきり教え込んで使っていい政治家に育てていただけたらと思っています。本当に心からお願いいたします。今日は長い時間話を聞いてくださいまして、ご清聴くださいましてありがとうございます。これからも一緒に仕事をしていけたらこんな嬉しいことはございません。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
九州 の平野文子さんなどがですね、街頭に立たれて署名活動されるときは、福岡だろうが熊本だろうが宮崎だろうが、学生仲間と一緒にですね、駆けつけまして、街頭での署名活動なんかをやっておりました。今でも毎月第2土曜日にですね、私も毎月は出れてませんが、毎月第2土曜日仲間と一緒にですね、天神で署名活動をやっております。で、当時というのは今映像が出てきましたけど、今と全然違う時代でございまして、今でも強烈に覚えてますけど、横田めぐみさんのご両親が署名板を持って拉致被害者の救出を訴え、その署名板が私の目の前で叩きつけられたことがありました。当時は拉致問題を救出しようというよりも、拉致問題というのがあるんですと、これは本当の話なんですと、だから皆さん助けてくださいと、応援してくださいと、まだそういう時代でした。今皆さん誰もが拉致問題の存在を知ってて救出しないといけないという時代ですが、当時はまだ拉致問題の存在自体が知られてない。そして拉致問題なんてのはないと平気で言った政党や政治家がいっぱいいました。テレビにもいました。そういった中で私たちは拉致被害者をなんとか救出したいと、もう声をとにかく、何も学生でしたのでできることはありませんが、署名板を持ってですね、署名を集めお願いをしてということを一生懸命やっておりました。先ほどの映像でも中野京子先生のですね、タラップを降りてくる時の映像がありましたけども、拉致問題は小泉内閣の時に大きく動きまして、国民のですね、大きな世論を動かすようになったわけですが、その時から、あの時は本当に驚きましてですね、これブルーリボンと言いますね、拉致被害者、安倍総理もつけておられますけど、拉致被害者を救出しようというブルーリボンですけど、これを議員がですね、なんでこの人がつけてるのという人がいっぱいつけ出したんですね。この間まで拉致問題は存在しないと平気で言ってた政党の政治家が、いつの間にかなんかその発言を否定しないまま、いつの間にかブルーリボンをつけて、なんかイケシャーシャーと言っとると、何を考えてるんだと。そのついこの間まで北朝鮮はいい国だからあるはずがないと言ってた人たちが、何食わぬ顔して平気でいると、政治家ってどうなっとるかと20代の若い頃に思いました。そしてまた小泉内閣が終わってですね、拉致問題が一時ブームが去るとですね、私たちの集会に来てくれる議員の人もだん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 減ってくるわけですよね。今もほとんどあんまり参加されません。政治というものは本当に困っている人がいるときに手を差し伸べなければ意味がないんです。拉致問題もそうでした。私たちが一番最初に立ち上げて、拉致ってあるんですと、助けましょう、助けてください、必死に訴えてきた時こそ政治家に応援してほしかった。あの時一緒に立ってくれたですね、国会議員は、それこそ安倍総理とか、亡くなった中川翔一さんとか、ほんの数人ですよ。で、もちろん地方議員ではほとんど理解がない中で、で、ブームになった時だけ議員がいっぱい呼んできて、ブームが去ったらまた議員がいなくなる、こんな政治は意味がない、困っている時にこそ動くのが政治家の役割ではないか。私はですね、拉致問題を通して政治のそういった問題をですね、ずっと見てきました。この話が変わるようでございますが、この福岡市のですね、東区、今回市会議員に立たせていただいて、いろんな方のですね、お声をかき聞く中で、非常に痛切に感じたんですが、この東区の市政の中でもですね、やはり聞かれない声があると、届けないといけない声があるなということを非常に感じました。それは先ほどの大上健雄先生の貢献としてという話がありましたが、この東区の市政はですね、非常にバランスを欠いている。東区はですね、12人の市議会議員がおられますけども、みんな柏市から向こう側なんですね。柏市、和白、三笘で、向こう側に議員の先生方がおられて、この私どものですね、ちょうどこの会場が千早、そして名島、それから松崎、若宮、舞松原、八田、そして多々良、名護、蒲田というですね、この東区のど真ん中、この真ん中にですね、いわゆる議員が一人もいない。公明党さんと共産党さんはおられますけどですね、いわゆる保守系の普通の私たちのですね、市民の声を届ける議員が一人もいない。だからいろんな課題があると。例えば黒田官兵衛でも出てきました名島ですね、名島城、名島城の城址公園というものが整備されましたけども、あれもあんな形は望んでなかったんだよねと、
まあ、きれいな公園になってます。だけどもっと市民が集まりやすいような、もっと頻繁に人が集まるような公園にしたかったと。でも残念ながらそれはやっぱり地元に議員がいなくて、大学の先生に押し切られる形でああいった形になったと。実は私の家の23軒隣でもですね、小学生の女の子に対する声かけ事案なんかがあったわけですけども、あそこの松崎橋のところでもですね、通り魔の事件とかありましたけど、いろんな治安の悪い事件がいろいろ起きてきて、街灯をつけてほしいところだとかですね、不安に感じるところがいっぱいあるけども、そういった細かい生活の細かい声がですね、なかなか身近に話すことができる地元の議員がいない、そういった声をですね、聞くにつれですね、この地元にですね、この旧多々良地区ですね、大上健雄先生が地盤とされたこの名島、松崎、そして先ほど若宮、前松原、多々良、蒲田、名護というですね、そしてこの千早、この地元にですね、根差した議員が、皆さんの声を届ける議員がやっぱり絶対に必要だと。私自身はですね、生まれは博多区の雑誌局までございましたので、東区のことはむしろ皆さんの方が大変詳しいと思います。ですから皆さんから教えていただいてですね、今まで届かなかった声を届けていく、そういった政治家になりたい、それが私の一貫したテーマでございます。大学生の時から拉致問題をやってきた時も、ニュースに並んでも大事な問題は大事な問題なんだ、地元のことでも声が届かなくても大事な問題はやらなければいけない、これを誰かがやらんといかんわけですね。そういった政治家として戦っていきたいと思っております。何せですね、立候補を表明したのがですね、1月末に入ってからでございましたので、大変厳しい状況であるのは事実です。ですがこう今毎日毎日ご挨拶回りをさせていただきながら、あ、必ず勝てるチャンスがあると、それはこのまさに空白であったこの地元の地域の声をですね、皆さんの思いを一つにすることができれば、地元の声を市政にと、地元の声を必ず届けるんだと、声なき声が政治には必要なんだと、それをですね、結集していくような、またそういったですね、活動はあと残り41日でございますが、一生懸命やってですね、戦っていきたいと思います。私のことをですね、よくご存知の方はご承知でしょうが、私は徹底的にやっていく人間でございますので、福岡市議会63人、石井秀俊じゃないとやれないことがある、僕じゃないとですね言えないことがある、それはそう信じてます。僕しか言えないことがある。私にはですね、届けたい思いがあります。どうか皆さん応援してください。ご協力をよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。書いていただきまして、こちら一番下に書いてあります050から始まります
送信いただければというふうに思っております。それからですね、本日のこの危機対談の様子、皆さんお写真と撮られたと思います。ぜひともですね、 Facebook、Twitter 等にて拡散をお願いしたいというふうに思っております。先ほど候補からもお話ありましたが、1月末に立候補表明ということで、なかなか我々の力もですね、及ばないところがあります。皆様、こちらの地元のために石井候補出られるわけですから、皆様どうかですね、こちらの名簿にご記入をお願い したいと思います。京子先生も大変忙しい中、どうもありがとうございました。以上、それではこちらの名簿と、各さんの方、皆様によろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。何卒ご協力よろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。